皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオ川井ルナです。今日は重心移動が軽くなってしまう方に向けてヒップの使い方を説明します。フラの見どころの一つに、どっしりしたゆったりした下半身の動きというのがありますよね。ではどのようにしたらゆったりどっしりした動きになるでしょうか。ポイントはヒップの使い方になります。具体例があった方が分かりやすいので、上辺のかかとを上げるところの動作を使って説明したいと思います。横を向きますね。で、このかかとを上げる時のこの動作になるんですけれども、その時にこの骨盤の骨をしっかり床に押さえつけるようにしてかかとを上げるんですね。この骨盤のこの下側を床に押さえつけるような、その反動でかかとが上がるといった方が分かりやすいかもしれません。悪い例の説明をしますね。で、悪い例の方は、そのかかとを上げることに、集中して、ここの骨盤を下にこう押さえる力を、無視してかかとを上げてしまうということですね。そしたらどうなるかといったら、こうかかとと一緒にこう骨盤がこういうふうにこう上がってしまうということになります。正しい例と悪い例を見比べてみましょう。正しい例は、かかとを上げるときに骨盤をしっかりこう床に向けて押さえる力を使っています。で、その力を使ってかかとを上げるということになります。で、悪い例の方は、先ほども話したように、このかかとを上げることにだけ集中して、骨盤を下にこうグッと押す力を使っていない。そうすると全体がふわっと浮いたような動きになってしまいます。このように骨盤を下にグッと押さえる動きというのは、ウェッヘでコツをつかむと分かりやすいと思います。で、ウェッヘでつかめるようになったら、カホロやその他のステップでも骨盤をグッと下に押さえるように取り入れてください。で、そうするとステップを踏んだ時にゆったりどっしりした動きになります。で、ただここで注意していただきたいのは、ウェッヘに関しては、右と左体重が同じようにかかりますが、カホロやその他の多くのステップの場合は重心は片側ずつにかかるので、その右に重心をかけるときには右の骨盤を下にグッと押す、左にかけるときは左の骨盤の下をグッと押すというふうに交互に下に押してあげるのがいいと思います。今日は重心移動をしたときに軽く動いてしまう方に向けてヒップの動かし方を説明しました。ポイントは骨盤を下にグッと押さえながら重心移動をするです。ありがとうございました。